1年ぶりの出雲市やってきましたよ。これからね、特急やくもに乗って岡山まで行くんですけど、去年乗れなかった因縁のパノラマグリーン車に乗りに行こうと思います。出雲市から乗るんで、まあ後ろ展望になっちゃうんですけど、一番ねいい席が取れたんで、ちょっと急な変更とかでもしかしたらパノラマじゃない場合もあるみたいな、まあ前回はそうだったんですけど、あるじゃないですか。これからちょっと確かめに行きましょう。今出発の7分前。あ、いる、もういるよ。どう？あ、パノラマだ。よかったよかった。そう、自由席もね、ダイヤ改正なくなんだよね。私の席はこっち側ですよ。ほら、上に運転席がないのよ。初パノラマ。じゃあ早速乗っていきましょう。1年間待ち焦がれた念願のパノラマグリーン車へ、いよいよ足を踏み入れます。ご案内いたします。この列車は特急やくも16号岡山駅です。やくも号は出雲市駅を出発。奥に見えるのは一畑電鉄の電鉄出雲市駅ですね。車体をガタガタ言わせながら広い日井川を渡ります。早速カタカタ祭りが始まってしまいました。座席の設備はこちらの枕と、テーブルは肘掛けの中にイーガームテーブルが入っています。土足で使えるフットレストもあります。リクライニングを倒すとこんな感じ、かなりゆったりできます。そしてこちらは出雲市駅で買っていたカニ寿司の駅弁。面積ほぼカニでめちゃめちゃ豪華ですね。甲羅のつぶつぶも入ってましたね。こちらは東京から輸入した夜遊びビール。早速乾杯。お弁当に使われているのは山陰産のベニズワイガニ。めちゃめちゃうまみ満点でした。そしてカニを食べていたら隣に宍道湖が見えてきました。周囲約45キロのわずかに塩分を含む汽水湖、言わずもがなしじみが名産。ちなみにお米は島根県産のコシヒカリだそうです。まもなく玉造温泉です。玉造温泉を出ますと次は松江に泊まります。 Thank you very much for using JR West. We will soon be making a brief stop at 玉造温泉。宍道湖駅から松江駅の間は宍道湖沿いに走るので、長くこの光景を見ることができます。宍道湖越しに見る夕日はとても美しくて、日本の夕日100選にも登録されているそうです。なんだそれって感じなんですけど、 NPO 法人日本列島夕日と朝日の里づくり協会が選定しているそうです。島根県の県庁所在地松江に到着。この後に備えてジンバルを準備しておきます。この列車は特急やくも16号岡山行きです。見えてきたのは宍道湖と中海をつなぐ大橋川。そしてこちらは塩立島、島全体が手間天神社の境内となっているそうです。珍しい島ですね。で、奥に見えるのは中海大橋です。で、ここで駅弁完食、ごちそうさまでした。というわけで車内を見学しにちょっとうろうろしに行きます。すげえ段差あるな。めちゃめちゃ予想以上に段差があるな。洗面台結構広い。で、ゲロ袋があります。皆さん、ゲロ袋。乗用車だとちょっと
あれなんですけど、唯一ね、あの鉄道で寄ったのって小湊鉄道と指宿枕崎線だけ。だから平気だと思う。トイレも見てこうか。次に見えてきたのは境水道を通じて日本海とつながる中海。こちらも汽水湖です。まもなく与那号です。お出口は左側1番乗り場に行きます。 Thank you very much for using JR West. We will soon be making a brief stop at Yonago. The door on the left side will open.列車は島根県を抜けて鳥取県の米子市に到着。向こうには新しい八雲号の273系が止まっていました。ゲゲゲの鬼太郎柄の境線を横目に米子駅を出発。米子駅は五島総合車両所の運用研修センターを併設しているため、さまざまな列車を見ることができます。特急八雲16号岡山行きです。次の降り見には13時37分ご注意ください。携帯電話のご使用についてお願いいたします。何やら奥に工場が見えてきました。手前の日野川越しに見えるのは王子製紙の米子工場。そして貨物列車が横目に見えてくると、列車は伯耆大山駅を通過します。伯耆大山駅を出ると山陰本線と分岐し南下していきます。ここから倉敷駅までは JR 伯備線を走行していきます。奥に綺麗な形の山が見えてきました。こちらは中国地方の最高峰大山。標高1729メートル。その形から伯耆富士とも呼ばれています。ただ実際に登山できるのは標高1709メートルの第2峰三山までだそうです。この381系八雲号の特徴は自然振り子式車体傾斜装置を搭載しているということ。どういうことかと言いますと、コロに乗った車体が遠心力を受け大きく傾くことでカーブを高速で通過できるというものです。伯備線は川沿いに走りカーブが多いので、伯備線内でのスピードアップを目的にこの車両が使われています。ただ車体の挙動が不安定となるので車酔いする人が続出しているというデメリットがあります。そして落石防止のガードだと思いますけど、めちゃくちゃマリオカートみたいなとこ走ってますね。左を流れているのは日野川。この先蛇行する川沿いにうねうねと走る区間がいくつかあります。そしてここでビールは2本目です。いつもの一番搾りですね。381系はこの振り子機構のおかげで普通の列車より最大20キロのスピードアップが可能に。ちなみに振り子機構作用時の最大傾斜角は5度だそうです。通常の列車より5度も多く傾くということですね。まもなく列車待ち合わせのため止まります。伯備線はほぼ単線区間のため列車の行き違いの停車がよくあります。こちらの根生駅では国鉄色の八雲号とすれ違い、今八雲号いろんな色がありますからね。この先どんな列車とすれ違うでしょうか。列車は黒坂駅を通過。Y 字分岐の駅ですけど制限速度が100ってなってますね。このカーブを100キロで通過できるっていうのがまずすごいですけどね。
モゴは横を流れる木の川に沿ってうねうねと蛇行しながら走っていきます。振り子の傾きがよくわかりますね。列車は先ほどの王子製紙米子工場のあたりで日本海へ注ぐ日野川とともに走っています。日本海へ注ぐので水の流れが列車の進行方向と逆なんですよね。列車は庄山駅を通過。無人駅なんですが地域交流施設やお好み焼き屋さんを併設しているそうです。トンネルの中も石積みで味がありますね。八雲号はトンネルを抜け大きくカーブしながら走っていきます。通過し、こちらはどこかの駅でしょうか。列車は下岩見信号所を通過。こちらは列車の交換待ち合わせのための設備ですね。めっちゃめちゃ長いですね。貨物列車とかもあるから長めに作られてるんでしょうね。車窓に目を向けるとひたすらにカーブを描いています。ちょっと直線かなと思ったらまたカーブ。畑の中を大きくカーブしながら八雲号は走っていきます。これ倍速で見るとめちゃめちゃ電車がなんか踊り狂ってんのかなみたいな感じなんで、ぜひ後で倍速で見てみてください。見てるとなんか眠くなってきますね。再び列車はポイントに差し掛かりました。こちらは鳥取県内最後の駅、上岩見駅。伯備線で一番標高が高い駅でもあります。上岩見駅を過ぎるとここまで横を流れてきた日野川水系とこの先の高橋川水系の分水嶺である丹田峠を越えていきます。県境でもあるのでこの丹田トンネルを抜けると岡山県へ入ります。トンネルを抜けました。そこはもう岡山県。八雲号はひたすら谷の合間を縫うように走っていきます。列車は岡山県最初の駅、新里駅を通過。すごい崖にへばりついてるような駅ですね。飯田線とかにこんな駅結構ありましたよね。まもなく列車を待ち合わせのため止まります。発車まで少々お待ち合わせください。八雲号は山あいの駅に到着。こちらの足立駅ではゆったり八雲食の八雲号とすれ違い。お待たせいたしました。次は新見です。13時37分に着きます。
鉄橋を渡ったと思ったら、また鉄橋を渡っていきます。そして大きくカーブしていく。列車の横を流れるのは高梁川水系の西川。そしてここで川の流れに注目していただきたいんですけれども、わかりますでしょうか。高梁川水系は太平洋へ注ぐので、川の流れが列車の進行方向と同じになっています。列車はポイントを通過し、またどこかの駅へ差し掛かります。こちらの駅は備中幸次郎駅。広島駅へつながる JR 芸備線との分岐駅であります。左側に見えるのが芸備線の線路とホームですね。山の谷間を大きく車体を傾けながら走っていく八雲号。皆さん言うけど本当にアトラクションに乗ってるみたいなんですよね。めちゃめちゃスリルがあります。トンネルを抜けて橋を渡り谷間を走っていきます。そして再び鉄橋を渡り大きくカーブしていく。伯備線ずっとこんな感じの景色なんで、常に体が揺さぶられっぱなしで全然休ませてくれないですね。八雲号は布原駅を通過。ホーム短って感じなんですけど、この駅は JR 芸備線に直通する列車しか止まらないため、ホームは1両編成分しかないそうです。まもなく新見です。なんかずっと線路多いなって思ってたんですけど、新見駅の1キロほど手前から複線化がされているそうです。ちなみに一番左に見えるのは留置線ですね。かつては2キロほど手前から複線化されていたらしいです。そして列車は新見駅に到着。奥へ分岐するのはここから姫路へつながる JR 紀新線です。ご乗車ありがとうございます。特急八雲16号岡山行きです。前から6号車指定席、5号車4号車自由席、3号車2号車指定席、あてより1号車グリーン席です。八雲号は石ヶ駅を通過。ここから次のいくら駅までの約 4.5 キロは複線区間になっています。1972年の山陽新幹線新大阪岡山間の開業を機に、山陽と山陰を結ぶ路線として重要視された伯備線。単線だった伯備線の複線化や線形改良が行われました。特に蛇行していたこの区間も1983年に複線化と線形改良が行われました。新しく線路を作ったんですね。ちなみに旧線はこの付近で左へ分岐し、高梁川沿いに次のいくら駅へ向かっていたそうです。現在その旧線は自動車道に転用されているとか。トンネルと鉄橋で直線的に谷間を貫いていきます。川が見えてもすぐにトンネルに入ってしまいます。Thank you.
線形のいい線路を高速で通過してきた八雲号は生倉駅を通過。この周辺は阿鉄台と呼ばれる石灰岩などで形成された台地だそうです。日鉄工業の採石工場かな、もう横にあります。山口県の秋吉台と並ぶ日本有数のカルスト台地。生倉駅の近くにある生倉堂をはじめ鍾乳洞が100カ所近く点在しているそうです。すごい場所ですね。そして複線区間はここで終了。列車は第7高橋川橋梁を渡ります。ハクビ線の撮影地として結構有名らしいですよ、ここ。高橋川の流れに沿ってひたすら谷底を進んでいきます。すごい美しい渓谷ですよね。そして岡山に入ってきたら天気も晴れてきました。さすが晴れの国岡山。こんな谷間に駅があるのかって感じですけど、ここは広石信号場、列車の交換待ち合わせを行う設備です。トンネルを抜け大きな鉄橋をカーブしながら渡っていきます。電柱に黄色い看板ついてますけど、半径 300m のカーブが連続している区間です。ハクビ線全体的にそんなとこばっかなんですけどね。通常の列車は制限速度が 60km らしいんですけど、八雲号はプラス 15km ほどで走れるそうです。まもなく列車待ち合わせのため止まります。発車まで少々お待ち合わせください。報告駅で再びリバイバルカラーの八雲号とすれ違い、こちらゆったり八雲になる前の緑色の八雲号のリバイバルカラーですね。列車は第三高橋川橋梁を通過。こちらも撮影地として有名な場所らしいです。今日はでも人いないみたいですね。そして八雲号は備中川茂駅を通過。ハクビ線の区間も3分の2ほどを過ぎ、残りわずかとなってきました。まもなく備中高橋、備中高橋です。 We will soon be making a brief stop at 備中高橋。なんでカメラ外に向けないんだって感じですけど、備中高橋に到着。備中高橋から倉敷までは複線区間となり、列車の本数も増加します。次は倉敷です。14時27分に着きます。トンネル台にもめちゃめちゃ雰囲気ありますね、パノラマグリーン。そして列車は高橋川を横目に倉敷へ向かうんですが、めちゃめちゃここ美しくないですか。エメラルドグリーンの川面がめちゃめちゃ映えてます。ここら辺からはもう平地なので穏やかな線形になってきました。右
側からやってきたのは岡山総社間を別ルートで結ぶ JR 吉備線、そして総社駅を通過します。黄色い113だか115系だかがいますね。列車は清根駅を通過。ここは JR 西日本の駅でもあり、広島県の神鍋駅へつながる井原鉄道の駅でもあります。奥の高度を上げていく線路が井原鉄道井原線の線路です。そして列車は山陽新幹線の鉄橋の下を通過。ここも撮影地なんですよね。昔ゼロ系の写真を撮りにここに来たことがあるんですよ。ご乗車ありがとうございました。まもなく倉敷です。 We will soon be making a brief stop at 倉敷。ここまでずっと直線だった列車は大きくカーブをし、倉敷駅へ向かいます。ここで伯備線の区間は終了。山陽本線に合流し、岡山駅を目指します。乗車時間もあとわずかなので、サムネ撮影的なことをやってました。パノラマ車に乗ってる感出てますかね。次は終点岡山です。山陽本線に入ると線形も良くなり、カタカタ祭りもいよいよ終了という感じです。丹羽駅付近で長い貨物列車とすれ違い、すれ違う列車の数もだいぶ増えてきたような感じがします。岡山貨物ターミナルと岡山電車区の間を列車は走行していきます。岡山地区の普通列車も新しい列車が入って、昔ながらの国鉄型車両もどんどん減ってきてるのかなと思ったんですけど、まだまだ黄色い電車結構多いですね。列車は再び山陽新幹線とアンダークロスします。そして四国から来た瀬戸大橋線ともアンダークロス。いよいよ岡山駅が間近です。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点岡山です。お出口は左側です。車内に落とし物、お忘れ物なさいませんよう、お手回り品をお確かめください。3時間の旅の終点、岡山駅に到着です。というわけでパノラマ八雲号の旅でしたね。途中で車掌さんが荷物どかしてくれたり、向かい合ってるからさ、まあ、向こうはね仕事としてやってるからちょっと申し訳ないなって感じなんですけど、シンバル使ってほとんど撮ってたんですけど、こんなに傾くみたいなのすごかったですね。この光景見られんだもんな、と1ヶ月ちょいぐらいなんで、ぜひ皆さんも乗りに来てはいかがでしょうか、機会があれば。てなわけでご視聴ありがとうございました。岡山ってなんだろう、さわら丼がなんか名物らしいけど、ご飯でも調達しよう。さよなら。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしてます。チャンネル登録も。じゃあね。岡山面白い列車多くて楽しいね。エンペンメンがいるよ。エンペンメン。